まさかの S 来ました。これはやばい。まさかの S ですよ。まだ20戦もしてないんですけど S 来ました。これはやばい。皆さんこんにちは、こんばんは、ナオトです。今日は、試練扉上級をやりたいと思います。でこちらね、何戦かやってるんですけど、この前の動画で、最後にちょびっとしか撮れなかったんですけど、それでね、バトル X の S が出ました。 S が出ました。で盗賊でいい心だっていうのは知ってるんですけど、まあね、持ってるには、使い道があるんで、まあ盗賊使った時に入れたいと思います。で ランキングがね、結構いろんな自分が前やってた、誰もやってないような場所とかも、ちらほら一人二人などやる人が出てきてしまって、1位は取ってないんですよ。なんでまあ、やってないとこで、あんまりスコアにこだわらず4位ぐらいまでに入ればいいかなって、それで報酬もらえればいいかなって思ってます。でなんで、心集めする際に、何ですかね、スコアには関係気にせずに、とりあえず倒して、早く、心をゲットする。それに臨んでます。なんで、できればね、中級の走りトカゲの方も S が欲しいですよね。初級はいらないかなってちょっと思ってます。中級あたりだったら、転職したりした時に、ある程度レベルが上に上がるまでに使うっていう感じで使えるんで、初級はね、やっぱりあんまり必要ないと思うんで、自分は初級は特に S は狙っていかないつもりです。あとは、そうですね、自分は、そうですね、ミンドラ見ながら、心集めに専念してます。でやっぱり自分はキラーマシンが、キラーマシン、キングスライムがやっぱメインで、やっぱ戦士ね、戦士に装備させる心としてそこはメインで欲しいんで、そこら辺を集めてるのと、あとはやっぱり僧侶魔法使いに適した心、最強に近い心、現時点での、やっぱりゲビルや、悪魔神官、あと、ヒガギドウです。ここら辺ですかね。まあ、ドラゴスライム、まあ、いろいろ、出せば出そうといっぱい出てきちゃうんですけど、まあ、ベビル、悪魔神官、ヒガギドウ。まあ、ここら辺はね、やっぱ、あると全然違うんで。どうしても狙っていきたいですね。で、これ最後ですね。バトルレックス戦。まあ自分氷の爪は2個ゲットできたんで、まあ1個だけね、とりあえず、武道家じゃなくて、戦士に装備させてます。戦士でも、まあ、武道家に装備させたらもっと火力や適した数値出ると思うんですけど、別に武道家でも、戦士でも、そこまで、心さえ揃ってればそこまで
使えないってわけじゃないんで、まあ、得意な方、得意な職業に得意な武器の方がもちろんいいんですけど、まあね、とりあえず転職するまでは使ってようかなと思って、グレートアックスよりは使えると思うんで、で、まあこちらね、一応アフレコを、まあ最初に言わなかったんですけど、アフレコになっちゃうんで、で、ここでS 聞きました。でね、自分の YouTube チャンネルの登録もお願いします。